てスライム作れるの誰だ、うっせぇわスライム作ってみたー、イエーイ。あ、そっちそっちです、りっちゃんです、のみちゃんです、やれや今言ったやろ、レッコース前にさ、全員あっちそっちやろうぜってなんでやらんので、俺はもうツッコむ考えとったんや、うん、なんでツッコもうとしてたんですか、よっちよっち、うっせぇわうっせぇわうっせぇわ、あー、すごい、うまい、うまい、というわけで今回はわんこそばさんが出していたうっせぇスライムという動画を参考にちょっとこの企画をやってみることになりました。なるほどね、はい、今回はですね、一番うっせぇスライムを作れた人が勝ちというシンプルなものになっております。え、うるさかったらいいの？そうですね、なんでもいいの？もうなんでもありです。あー、わんこそばさんは本当にビーズとか綺麗な感じで作ってたんですけど、うん、私たちはでも何をしてもいい、もう汚くてもいいぐらいの、汚くてもいい、責任取るよ、あ、もう、あ、責任取るよじゃないの、優しい優しい、責任取ってよはい、いいの、取ります、取り返しをつかないことになるかもしれないの、何があっても私が責任取ります、よし、言いましたね、さすが男、男気ある、男じゃない、じゃあ、うん、これから一人ずつ作っていきましょう、うん、はいはいはい、よーい、ドン、いいんじゃない、しまったすごーい、すごーい、ランちゃんすごーい、すごーい、え、なに、あなたが思うより健康です、はい、というわけでドミちゃんのターンです。はい、私はね、何を作っていくかと言いますと、食べられるスライムを作っていきたいと思います。私はちょっと食べれるスライムを作ったことがなかったので、今回ちょっとこの機会に挑戦してみようと思います。材料はこちら、はい、まず砂糖、片栗粉、パルスイートカロリーゼロ、パチパチパニック、アルミホイル、水です。イエーイ、まずは片栗粉をボウルに入れていきます。はい、というわけで混ぜ終わりました。するとですね、こんなほら滑らかなね、みずみずしい感じに見えると思います。触ってみますとね、はっ、見てください、あ、あー、びっくり、硬い時とみずみずしい時があります。多分私は水を入れすぎてしまいました。だが大丈夫、この後ね、冷蔵庫で冷やすんで。はい、でこの状態だとただの片栗粉と水で味がないものになってしまいます。というわけでじゃじゃーん、私はパルスイートカロリーゼロ、はい、この液体状の甘甘味料を使っていきたいと思います。はい、じゃあ続いては他の部分を作っていきたいと思います。はい、続いて使うものはこちらです。アルミホイルと砂糖、はい、こちらでまずはアルミホイルの方で土台を作っていきたいと思います。はい、はい、型ができました。はい、ちょっとここの型に砂糖を入れたんですけど、まず鍋に砂糖と水を入れて煮詰めた後にこっちに移して固めるみたいです。砂糖と水を入れたので混ぜていきます。ここの飴の色が均一になったら型に流し込みます。はい、多分均一でしょう。型に流し込みます。ということで、こういう感じで型に飴が移し終われたら完成です。冷蔵庫で固まるまで冷やします。はい、あとね、このパチパチパニックはどこで使うんだ、パチパチパニックはどこで使うんだという話になるんですけれども、こちらはトッピングとして使っていきたいと思います。これはね、飴を乗せた最後に乗せようかな。はい、というわけで固まるのを待ちたいと思います。
はい、というわけで、よっちが作るうっせーわスライムなんですけれども、まずね、うるさいものって何かって考えた時に僕はこれしか思いつきませんでした。こちら、はい、びっくりチキン。うるさいよね、うん、俺これしか思いつかなかったの。俺スライムね、数々作ってきたけど一番ヤバいスライム作ってしまいそうです。でかいね、でかい、こいつでかい、でかい、どうしよう。ちょっとよい子は見ないでね。よし、はい、というわけでちょっとでかかったんで、このままこうやってね、ちょっと顔だけね、こう温泉から出てる、そういうイメージでちょっと作りたいと思います。ということで、普通のスライム作っていきましょう。これこれ、一緒一緒一緒だね、一緒一緒。うん、見て、卵焼きみたい。卵っていいよね。これ卵何個分だろう。さあ、スライムができたので、で、ね、こいつね、ここにぶっ刺すと、もちろんね、こう空気が送られないから、イコールうるさくありません。ただのスライム動画になってしまいます、これは。だからこう折り目をつけてですね、ストローを用意しました。でストローをつなげて空気をね送り込むと、はい、それだけです。はい、結構ふざけてます、ごめんなさい。今回ねちょっとね思い浮かばなかった。皆さん文句は本当に、僕の Twitter だけで、コメントしてください。この YouTube 上で僕の、文句を、書きたい人がいるんだら、俺は僕の Twitter で、受けます。はい、みんなの憎しみは全部俺が引き受けます。さあどうなることやらね。これ空気を、さあ準備できました、いきます。テーマ通りね、ビッグチキンの日帰り温泉スライム、はい、完成です。完成しました。ひどーい、何これ、何これ、スライム要素全くない。もうスライムここに置いてあるだけや、もう使ってるだけや、もうこんなん、もうびっくりチキンの笛や、これただのお前。全国民のヨッチファンのみんな、本当は俺はこんなはずじゃないんだ、もっといいスライムは作れる、だがしかし今回だけは許してくれ、俺もこういう時はある。うん、おしまい。はい、ということで、うっせぇスライム、りっちゃんのターンでございます。はい、私がね、このスライムに使うもの、こちら、Amazon で、注文しました。まあ、まずは、何を注文したか、見てください。私が注文したものは、こちらです。じゃじゃーん、じゃじゃーん。ですね、この動画をね、見てきた方には、わかると思いますが、よっちとかぶってます。かぶってます。まあ、サイズは違うけどね。いやー、ちょっと一個言わせてほしい。私はこれを、もう一週間ぐらい前に注文してるんですよ。なんですけども、よっちは、あれを、もう、昨日買いに来たんですよ。だから、パクったの向こうです。まあ、パクってないんだけどね。私がこれを注文したってやってたら知らないから。私も最初はね、まあ、やっぱうっせぇだから、やっぱ大きい音出た方がいいかなと思って、いつもね、サイズのやつにしようかと思ったんだけど、でもスライムとこう混ぜ合わせるの難しいなって思ってたし、なんか実際よっちも、でかい、こいつでかい。どうしようとか言ってたわけ。ふふふとか思ってたけど、なんで私はちゃんとスライムにこう混ぜ込めるように、こちらのサイズにしていきました。でね、やっぱ一人だと寂しいので、全部でね、9匹購入しました。この子たちをね、大事に大事に開封していきます。てかね、ちょっと一個大事なことを忘れてた。こいつさ、ちっちゃいけどさ、ちゃんと音なんのかな。いくよ。
あれですね、赤ちゃんとか、あの犬のおもちゃの音あの、大きいやつとは比べ物にならないぐらい可愛い音です。まあ、でも、大きさ、あの、迫力はないかもしれないけど、なんだろう、音圧っていうの、なんか音の大きさはまあまあある気がする。うん、 OK! 合格。じゃあ、まあスライム作っていくんですけども、私はもう普通のスライムを作って、この子たちをね、あの投入するだけなんで、あの多分あのヨッチとスライムの作り方一緒です。なんで、あのそちらを見ていただければいいと思います。なんでもう飛ばしてもいいですよ。飛ばすのねえ、編集者さん、編集者さん、編集。じゃあ行こう。はい、はい、じゃあ私から出していきたいと思います、はい、皆さん目を閉じてください。はい、あー、ごめん皆さん目を開けてください、はい、せーの、じゃーん、はい、こちらは、食べれるスライムになります。食べられるスライム、下のやつが、あの片栗粉スライムって言って、うん、で、いやいや、で、食べて、ちょっと、味付けですね、はい、ちょっと真っ白なんで、こちらが、はいはいはい、味付けとか言っちゃってる味付けで、こちらのパチパチパニックを振りかけていきたいと思います。パチパチパニック、はい、これを、ね、振りかける時も音が鳴ると思うので。あー、なるほどね、はい、あら、すごい、聞こえました今、音。あ、いきます。うわ、ほら、ここ音ぽいんでしょ、まず。そうですね、薄いっぽいんでしょ、はい、いきます、うん、待ってくれよここでしたね、ごちそうだろう、お前。割れる割れる、ダメちゃん、いきます。何、ね、ね、スライムじゃない、ね、何作って、何それ、何、もうこれ、もう勘弁してよ、もう怖い。え、何、え、この子怖い。片栗粉スライムです、下。スライムじゃないもん、何食って、何これ、もう怖いんだけど、何これ、え、これスライムじゃないやん、何食ってんの一人で何やってんの、怖いんだけど、何これ、粉、粉で、食レポの時間じゃないからでもほら、ドミちゃんやっぱまださ、スライム作りなんてないから、単純に頭が悪い、単純に頭が悪い、なんて言われた、美味しい、何やってんだよ、本当に。私のスライムでした、やばいよ。はい、目をつぶってください。じゃあ、はい、目を開けてください。せーの、じゃん、え、怖い、え、怖い、怖い、え、怖い、何、え、何、こちらのスライムの名前はビッグチキン日帰り温泉スライムでーす。何が、何が、何が、で、はい、見てください、はい、耳を澄まして、はい、おー、これ何、はい、というわけで、うっさいスライム完成しております。待って待って、なんでさ、びっくりチキン使ってんのにさ、あの胴体ないの、胴体の方はでかすぎまして、あ、はい、入れなかった。それがうっせぇわポイントね。あ、待って、これ奏でられるかも。うそ、うっせぇわポイント、ちょっと一回入れて、あ、いいですよ。おぉ、すごいすごいすごい、確かにすごい、うっせぇかも、はい、じゃあこの動画が面白かった、おい、待て待て待て、もうできちゃった、もうできちゃった、待て待て待て、なになに、一人ずつ作ってるじゃん、ちゃんと私も作ってるから、ちゃんとそんな二人、でもね、驚くよ、二人とも。私のうっせースライムはこちらです。せーの、はい、えぇー、ねぇー、すごい、すごいじゃない、一緒やん、私はね、これもう一週間くらい前に注目したの、で、あ、もういいの、いいの買っちゃったわと思ってたの、もう昨日の時点で買ってなかったじゃん、買ってなかったね、で、さすがに、まあ、これかぶんないだろうみたいな、今だったらと思って、今日のね、朝ヨッチの机の下見たらこいつがいたんだよ、こいつが、で、あってなって、はい、あー、かぶった、はい、かぶった、ちなみに私もサブタイトルあります、お、びっくり、プールでしょ、どうせびっくりチキンたちのバカンス、おお、なんかそこも近くてすごい嫌だったんだけど、なんかほらほら、遊びながらスライムで、ほらすごい、なんか溺れてるみたい、やめなさい、確かに、助けてじゃあ鳴らしていきますか、じゃあ最後にみんなでうっせぇわタイムやるか、正しさとは、じゃあ行きましょう、はい、うん、せーの、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、あなたが思うより元気
俺いなかったらどうだったのこれ。いや意外といい格好だし、私も意外。お前に関してはなんだそれは。ということでみんなもね、オリジナルのうっせぇスライム作ってみてください。はい、この動画が面白いと思ったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人はありがとう。チャンネル登録して